水中浴船、水中浴船、または、ハイドロフォイル、ハイドローフォイルとは、水深時に発生する水の抵抗を減らす目的のため、潜伏より下に水中翼、水中浴と呼ばれる構造を持った船。いわゆる排水型と呼ばれる、喫水船以下の船体が水中に沈み込む方式の船は、速度に関係なく、浮力を得ることができるが、水による、 大きな効力から逃れることはできない。また効力は速度の自乗倍で増加し、プロペラ、スクリュー推進の場合は、機関の出力を大きくしても40ノットあたりで頭打ちとなる。また、全長に対し全幅を極端に狭くする必要もあり、船の最大の利点でもある積載性をもそぐ結果となる。そこで、さらなる高速化を求めた結果。 水との接触面を極端に少なくでき、抵抗を揚力に結びつける効果の高い水中抑船が開発された。低速で水上を航行する際には船体を水面下につけて航行するが、高速航行をする際には、向かい角のつけられた水中翼から得られる揚力で海面上に船体を持ち上げ、水中翼のみが水中に浸っている形になる。 水中翼船には構造や推進方式が様々あり、構造上の分類では、高速航行時に水中翼の一部が水面上に出る、半没翼型水中翼船と水中翼のすべてが水面下にある全没翼型水中翼船とに大まかに分けられる。全没翼型水中翼船には単動型と相動型がある。 単動型の全没翼型水中翼船の代表的なものにアメリカボーイング社、日本では川崎重工業、現在は川崎重工業船舶海洋カンパニーの子会、川重 JPS 株式会社がライセンスを取得の Z フォイルがある。また、総動型の全没翼型水中翼船には三菱重工が開発したスーパーシャトル400があり、レインボー2が 沖聞船に就航していた2013年11月30日に退役。全没欲型は反没欲型と比較して安定性に劣るとされている。これは反没欲型の場合は特に水中翼の制御をしなくてもある程度の振動を伴いつつではあるが安定した浮上がなされるのに対し全没欲型では そのような自律的フィードバックが期待できないこと、反没欲型に設けられている水中翼には大きな上、返りズノが付けられ、横揺れに対する復元力が確保されていることによる。ただし、近年ではコンピュータによる水中翼の能動的な制御技術が確立されたことにより、全没欲型でも安定性を確保できるようになっている。 全没浴型の安定性が確保されると、工術のような半没浴型のデメリットが浮き彫りになったこともあり、あえて半没浴型を選択するユーザーが少なくなり、現在では全没浴型が主流となっている。この他に、日立造船のスーパージェット等に見られる、総動船体の間に前後各一枚の全没型水中翼を装備し、総動船の二つの春の浮力と、 全没型水中翼による揚力の両方をよって、船体を支持する、イブリッド線形を採用した、翼付け総動船などがあるが、厳密には全てを、水中翼の揚力で支持する、水中翼船には含まれないであろう。スーパージェットの場合、船体重量の約8割を、水中翼の揚力により、残りの約2割を、船体の浮力により支えている。推進方式では、 主として、プロペラによるものと、ウォータージェット推進式によるものがある。人力でのスクリュー駆動による水中抑制は、オール等による手漕ぎ船よりも早いことが明らかになったことから、競技等の目的で人力や風力の水中抑制が制作されるようになった。近年はヨットにも高速性能を追求した結果、水中翼を採用したものが現れている。 2017年の第35回アメリカスカップでは多くのチームがヨットのダガーボード、一般的なヨットにおけるセンターボードを水中翼として利用するようになり、2021年開催予定の第36回アメリカスカップでは3個の T 字型フォイールを装備した AC75 が統一レギュレーションとして採用された。を航行するヨットでもフォイル艇が主流となっており、 2016年の番でグローブでは上位をホイルール帝が占めた。水中翼で水の抵抗を減らすというアイデアは19世紀半ばから知られていたが、それが有効になるほどの推進方法がなかった。20世紀に入って、相次いで水中浴船のプロトタイプが製作されるように言った。1899年から1901年にかけて、イギリスの船舶設計者、 ジョン・アイザック・ソーニクロフトが弓形の水中翼をつけた船の設計を研究した。1909年、ソーニクロフトの会社で弓形水中翼と60馬力4 5ットのエンジンを装備した全長6.7メートルのボートミランダ EE を建造。その後継機であるミランダ4は35ノット時速6 5トルを記録した。イタリアの発明家 エンリコ・フォルナニーには1898年から水中浴船の研究を開始し、1906年にはマッチョーレコでの試験高校で時速 68km を記録した。アメリカ人で水中浴船を研究していたウィリアム・ E ・ミーチャムは、1906年3月のサイエンティフィック・アメリカン市場で水中翼の基本原理を解説した。アレクサンダー・グラハム・ベルは、 水中浴船を重要な発明と考えており、この記事を読んでから水中浴船のスケッチを描き始めた。1908年夏、彼はフレデリック・ウォーカー・ボールドウィンと共に水中浴船の実験を開始した。ボールドウィンはフォルラニーニの成果を研究し、その設計に基づいた模型での試験を開始した。その後、ボールドウィン・トベルは、 軍用の水中浴船の開発に関わることになる。1910年から1911年にかけて、ベルト・ボールドウィーンは世界旅行に出て、イタリアでホルラニーニに会った。彼らは、マッチョーレコ城でホルラニーニの水中浴船に、試乗している。ボールドウィーンはこの時のことを、飛んでいるように滑らかな乗り心地だったと述べている。シューバデッに戻ると、なデザインを試し、 最終的に HD-4 を完成させた。ルノー製エンジンを採用して、最高時速時速 87km を達成し、加速も素早く、操縦が容易で安定性も良かった。ベルがアメリカ海軍にこれを報告すると、260kW、350馬力のエンジンを2機入手できることになった。1919年9月9日、HD-4 は、 船舶速度の世界最高記録時速 114km を達成。この記録は約10年間破られなかった。HD-4 の実物大レプリカがバデックのアレクサンドル・グレアム・ベル・ナッシュナル・ヒストリックサイトに展示されている。ドイツでは第二次世界大戦以前から戦中にかけてフォン・シェルテル男爵が水中抑制を開発していた。戦後、 シェルテルのチームはロシアに連行された。しかし、ロシアでは、ドイツ人が高速船の建造に関われなかったため、シェルテルはスイスに移り、そこで、シュプラマルという会社を創業した。1952年、シュプラマルは、世界初の商用水中浴船、PT10 フレイッチアディオロ、金のヤを作り、スイスとイタリアの国境線上にあるマジョーレコに浮かべた。 PT10 は反没型で乗客32名を乗せ35ノット時速 65km で航行できた。1968年、バーレーン生まれの銀行家、フッサイン・ナチャジがシュプラマルを買収し、日本、香港、シンガポール、イギリス、ノルウェー、アメリカ合衆国に営業を拡大した。アメリカのジェネラルダイナミクスがライセンス提供を受け、国防総省は スーパーキャビテーションについての海軍の研究開発プロジェクトを委託した。日本では日立造船がシュプラマルからライセンス供与を受けた。他にも OECD 各国の海運業者や造船業者がライセンスを取得した。1952年から1971年にかけてシュプラマルは PT20、PT50、PT75、PT100、PT PT-150 といった水中浴船を設計。これらはいずれも反没型だが、PT-150 は前方の水中翼が反没型で後方の水中翼が没型だった。シュプラマルの設計に基づいた水中浴船は200層以上建造されており、特にイタリアのロードリケスが建造したものが多い。同じ頃、ソビエト連邦でも、 水中浴船の改良が進み、冷戦中の1980年代まで様々な水中浴船系のフェリーや川船が建造された。例えば、ラケタ、1957年、さらに大型のメテオや小型のボースカドなどがある。ソ連時代の水中浴船の改良に最も貢献した人物として、ロスチスラフ・アレクセイエフがいる。彼は1 9五十年代に高速水中浴船を、 開発し、後に水中浴船の経験と地面効果の原理を組み合わせてエクラのプランを生み出した。1961年、スタンフォード研究所はアメリカ国内や海外での水中浴船による旅客輸送の経済的実現可能性と題した研究報告を行った。アメリカ国内初の水中浴船の商用航路は1961年、 ニュージャージー州アトランティックハイランドからマンハッタン南部の商業地区までを結ぶ航路でハリー・ゲイル内ジュニアのノースアメリカンハイドラ・ホイールズが運営した。高速艇としての軍用利用も検討されてきていたが実用化され始めたのは1960年代以降のことである。カナダ海軍が HMCS ブラドールを取得したが一隻のみの収益に終わっている。 ソ連海軍は熱心に整備を進め、中裂型如来艇、マトカ型ミサイル艇などが建造されている。アメリカ海軍においても、ベガサス級ミサイル艇を1977年から1993年にかけて運用している。イタリア海軍はスパルビエロ級ミサイル艇を建造し、海上自衛隊もそれをもとに一号型ミサイル艇3隻を収益させていた。 日本では1960年代に商業用反没型水中浴船が相次いで登場している。新名は工業の小型船、約15人乗、三菱造船下関の小型、中型船、80人乗、日立造船神奈川の小型大型船、130人乗がれである。とりわけ、シュプラマル社のライセンス契約により、 水中浴船を建造していた日立造船神奈川は、形式 PT20、70人乗や PT50、130人乗を中心に50隻ほどの水中浴船を生産し、これらは瀬戸内海を中心に運航された。代表的な運航会社として、瀬戸内海汽船、石崎汽船、阪急汽船、名鉄海上観光船等がある。また、 東海汽船による東京湾横断航路でも使われていたため首都圏でも見ることができた。しかし、低燃費で高速航行が可能な反面、波の影響を受け乗り心地が悪い上に維持コストが高く水中翼の接触を防ぐ専用の接岸施設のない港に入港することができない等の欠点があり、次第に他の高速船やジェットホイルにシェアを奪われていった。 1999年5月9日、石崎汽船の松山小道航路の最終運航をもって、反没型水中翼船は、国内定期航路から姿を消した。この航路で1997年12月まで活躍した、金星、1966年日立神奈川製、PT-20 が、広島県呉市で2005年、平成17年に開館した海事博物館、 大和ミュージアムに2014年まで屋外展示保存されていた。その後日本国内では Z フォイルが多く利用されている。これは高速軍用艇向きに開発された技術を民間移転したもので折りたたみ式の水中翼を持つ水中浴船の一種であり、コンピュータによる姿勢制御装置を持ち対抗点性能や乗り心地を改善している。 海上自衛隊は1993年から95年にかけて全没型水中翼式の1号型ミサイル艇 PG3 隻を建造した。これもジェットホイールをベースとしたイタリア海軍のスパルビエロ級ミサイル艇をタイプップとしたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。